お世話になっております。マサルです。今回は無線 LAN のセキュリティ規格について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず無線 LAN のセキュリティの必要性についてお話しします。その後にセキュリティ規格についてお話しします。それでは始めていきましょう。有線 LAN の場合は、LAN ケーブルを利用することでデータが届く範囲を限定することができますが、無線 LAN は電波を使って通信をするため、データが届く範囲を限定することができません。その結果、データが電波に乗って不特定多数の人に届いてしまいます。なので、無線 LAN のクライアントとアクセスポイント間の通信は、暗号通信をして盗聴対策をする必要があります。暗号通信をするためのセキュリティ規格は、WEP、WPA、WPA2、WPA3 があります。2023年現在で WEP と WPA の利用は非推奨になっています。現在の種類は WPA2 ですが、より安全なセキュリティ規格として WPA3 の普及が進んでいます。具体的に無線 LAN のセキュリティ規格について見ていきましょう。無線 LAN のセキュリティ規格は、暗号化規格と暗号化プロトコル。この2つを覚えておきましょう。WEP の場合は暗号化規格として RC4、暗号化プロトコルとして WEP を利用します。この2つの関係性は、暗号化プロトコルが暗号通信をするための一連の枠組みです。暗号化されたデータをどのように制御するのかを取り決めています。実際に暗号化を行うのが暗号化規格です。暗号化プロトコルの構成要素の一つとして暗号化規格があるイメージです。では説明を続けます。WPA は暗号化規格として RC4、暗号化プロトコルとして TKIP を利用します。先ほどお伝えしたように WEP と WPA は現在安全性が担保できない非推奨のセキュリティ規格になっています。WPA2 は暗号化規格が AES、暗号化プロトコルが CCMP です。WPA3 も同じく暗号化規格が AES、暗号化プロトコルが CCMP です。この2つは現在も安全性が高く利用されているセキュリティ規格になっています。セキュリティ規格について概要をお話ししましたが、どのようにセキュリティ規格が変わってきたのかを知っておくと勉強しやすいかもしれません。最初に無線 LAN のセキュリティ規格として登場したのは WEP という規格です。WEP をしばらく使っていましたが、WEP には重大な脆弱性が発見されました。WEP を利用した暗号通信は、ツールを利用することで誰でも簡単に解読されてしまうようになりました。そこで次のセキュリティ規格である WPA では、暗号化プロトコルを TKIP に変更して、簡単には解読できないようにしました。しかし WPA は WEP との互換性を持たせるために、暗号化規格を RC4 が利用できるようにしています。RC4 という暗号化規格自体がセキュリティ強度を十分に保つことができない規格となっており、WPA も安全性が低いということで非推奨になっています。そこで次のセキュリティ規格 WPA2 は暗号化規格を AES、暗号化プロトコルを CCMP としてセキュリティ強度を強くしています。現在も WPA2 は安全なセキュリティ規格として利用されています。しかし WPA2 にも脆弱性が発見されており、さらに安全性の高いセキュリティ規格が必要となりました。そこで登場したのが WPA3 です。現在は WPA3 の普及が進んでいます。それでは今回も動画ご覧いただきありがとうございました。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは無料お試し期間もあります。ぜひ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は無線 LAN のセキュリティ規格について勉強しました。現在利用が推奨されていない WEP について、皆さんは WEP がどんな略なのか知っていますか？ WEP はワイヤード・イクイバレント・プライバシーの略です。有線と同等のプライバシーという意味なんですね。有線と同等のプライバシー。当時はかなり自信を持った技術だったことがわかります。その後お伝えしたように WEP は脆弱性が発見されて利用されなくなりました。WEP の後継として WEP2、WEP3 などの名前もあり得たのかもしれませんが、やはり有線と比べることはできないと思ったのか、WEP から名前が変わって WPA になっています。WPA は Wi-Fi Protected Access の略です。現在無線のセキュリティ規格は WPA という名前で続いていっています。それでは今回もご視聴ありがとうございました。お後がよろしいようで。